女人殿下は、韓国の小説家僕、昭和の小説作品である。1958年より、韓国日報に連載開始され、翌1959年、女演者より、上下2巻の単行本が出版された。1960年には舞台化。1962年には映画化。2001年にはテレビドラマ化されている。15世紀から16世紀。 中層在世時の朝鮮を舞台に、朝鮮三大役女の一人帝乱帝と彼女が仕えた、中層の正庇文帝王公を院し、乱帝の夫で、文帝王公の兄院元皇たちの権力闘争と、没落を描く。縁山君から、中層知世家の朝鮮。反逆者として追われる身となった王族派良君は、自分の好身ごもったキーさんを密かに逃がすが、彼女は単身逃亡中に、 和光の襲撃に遭い、女ジ児ジを産み落として死亡する。女ジ児ジは、自身の子を死産したばかりのテーマこと剣の側室に、引き取られ、乱帝と名付けられる。成長した乱帝は、諸子のゆえに不遇な日々を過ごしながらも美しく聡明な女性として育ち、やがて若き両範も元皇に見染められる。乱帝は、元皇の姉妹にあたる文帝王公を知り、彼女の中心となる。 高志品牧師、金谷鶴郎との権力闘争の末、文帝王公は、実子喜び元体君即位後その殺傷となる。元公の側室となっていた蘭帝は性質を、毒殺後継室に収まり、外妙部最高の位である、帝帝夫人の称号を得て、共に映画を極める。しかし、文帝王公の死後、元公夫妻は権力を失い没落。蘭帝は、 性質殺害の容疑に問われ、元公ともども自害して果てる。1960年2月26日より、翌3月2日まで、国立劇団により、同劇団第17回定期公演作品として上演された。車ボンスズが脚色、李新厚氏が演出を担当した。以下の記述話に基づく。以下の記述話に基づく。 大脇映画社が制作し1962年に上映された。監督は、イン・ミネ・ハル。2001年2月5日から2002年7月22日まで、韓国 SBS にて放送された。SBS が塚ドラマ作品の一つ、ユドン・ユンが脚本を担当し、キム・ジェヒョンが監督を務めた。平均30%の視聴率を獲得し、 当初全50話の予定が延長され、最終的には全150話となった。韓国史上最も当初予定より延長されたドラマの一つとしても挙げられる作品である。作品中にて、高志品牧師に扮するトジオンが、たびたび発するセリフ、名や、なんだと、のいは、流行語となった。韓国を代表する女優の一人間、ツヨンが、16年ぶりにテレビドラマに出演した。 作品でもあった。この作品の出演に際して、彼女は、ランニングギャランティ方式による契約を行った。これは、韓国ドラマ史上初めてのことであった。2001年度 SBS 演技大賞にて、韓、スヨンと文定王公演子役のチョン・イナが揃って、大賞を受賞したほかとジオンが最優秀演技賞を受賞した。韓、スヨンは、同年度、 クリ賞最優秀演技者賞も受賞している。一家の記述はに基づく。一覧を表示するチョン・ユンギョム家、ユン・ジー・向け王室、キム・アルロケ・ユン・イー・け朝廷内名不その他台湾2002年9月2日から、翌2003年2月26日まで、八大電子系の CS 局である八大儀劇台にて放送された。放送時、がらき団の治療と用愛が、 台湾版オリジナル主題歌として、また姿素地の、名前誰及び、新情不幸がオリジナル挿入歌として用いられた。日本2006年7月1日から翌2007年12月1日まで、スカイパーフィード部の 331CH にて放送された後、三重県の地方局である MTV にて2009年5月6日より、放送された。香港アシマ電子系チャンネルである ATV、 本校第二で放送されたことがある。放送時、幼霊儀の、カツシツコミライ、及び、また、全名文が、香港版オリジナル挿入歌として用いられた。作品中の音楽、および主題歌の制作に、パンソリ名称のアン宿予士、カヤごと奏者の基本兵器、ソプラノ歌手の吉アイスズが参加した。アンは、オープニングテーマにも用いられたタイトル曲を歌い、吉は、ヌングムの、 テーマソング、愛花」を担当した。DVD、韓国では DVD は未発売であり、台湾及び日本で DVD が発売されている。台湾版はニューハーミンビデオから2006年11月に DVD ボックスが発売された。日本ではコリアエンターテインメントより2009年7月に DVD ボックスの第一作目が発売され、 翌2010年3月までに全9作が発売された。ビデオ CD 香港ではビデオ CD ボックスの第1作目が2005年5月に落棒より発売され、翌2006年1月までに全6作が発売された。CD 韓国では2002年6月にユニバーサルよりサウンドトラック CD が発売された。ありがとうございます。